おー、やっほー。今度同窓会やるじゃん。もちろん京子は行くよね。幹事ってユアでしょ。久しぶり。同窓会の話ならユアから連絡があったから聞いているけど、まだ返事してないわよ。え、ユアから連絡あったの？私連絡ないんだけど、たまたま他の子と電話していたら同窓会の話になったからいろいろ知れたけど、何それ仲間外れとかやばくない？かおり、同窓会に今まで出席してないでしょ。だから今回は出席しようと思っているんだって。かおりが行くなら私は欠席するよ。は、なんで？なんでって、え、本当にわからない？もしかして学生時代のことをまだ根に持ってる感じ？あれからどんだけだったと思ってんの？それだけのことはあなたがしたんでしょ？香織に関わるとろくなことないから、同窓会に香織が行くなら私は行かないわ。正直な話、会いたくない。高校時代に京子の彼氏奪っただけで大げさ。高校時代だけじゃないでしょ？大学入っても彼氏とかいい感じになった男性を片っ端から奪って、私おかげで大学までまともに恋愛できなかったのよ。私に奪われる自分の魅力のなさを棚にあげて、私ばかり悪いみたいに言わないでよ。魅力云々じゃなくて、わざわざ私が好きになる人とか私の彼氏を調べ上げて私のあることないことを吹き込んでいたでしょ。ドン引きされて別れを切り出されたり、いつの間にかブロックされていたり、彼らの周りの友達にも私のないことばかり吹き込んで、私がヤバいやつみたいな嘘の噂がすごく立っていたのよ。私の言葉にそれだけ説得力があったってことね。高校とか大学なんてゴシップみたいな噂程度の話とか、確証がなくてもすぐに広がるじゃない。でも全部過去の話じゃん。私の青春時代をめちゃくちゃにしたのに過去の話で割り切れると思う？過ぎたことをいつまでもネチネチしているなんて、京子って意外と粘着質だよね。もう私も京子から奪った男の子と別れているし、別に良くない？良くないわよ。学生時代に何が気に入らなくてそんなことをしていたのか未だにわからないけど、そんなことしていた人と昔のことだから水に流して仲良くしましょうなんてできるわけないでしょ。いやいや、元はといえば京子が悪いのよ。私が悪い？なんで？京子が私のことを裏切ったんじゃない。裏切ったって何の話？小学校の時、翔一くんっていたでしょ？翔一くんって、学校で一番モテていたあの翔一くん？女の子みんなで協定結んでいたでしょ？翔一くんはみんなのものだから、抜け駆けするのはなしねって。それが何？それなのに京子ってば、翔一くんと買い物していたでしょ？家の近くのスーパーで一緒に買い物してるの見たんだから。はぁ？まさかそんな理由？女子みんなで結んだ協定を勝手に裏切ったのは京子でしょ？私が翔一くんのことを好きだったことも知っているのに、あれは立派な裏切りじゃない。昔のことすぎてよく覚えてないけど、翔一くんと私の家隣同士で親も仲良くて一緒にバーベキューとかしていたから、その買い物じゃないの？私が卒業するときに意を決して翔一くんに告白したら、京子のことが好きだからごめんって振られたのよ。それは初耳なんだけど、そもそも私翔一くんとは付き合ってもないし、彼中学受験で男子校に行ったじゃない。付き合っていようとなかろうと、先に私のことを裏切ってこの私に恥をかかせたのは間違いないんだから。京子の青春がなくなったのは因果応報ってやつでしょ。勝手すぎる。私が恋に香織の恋路を邪魔していたならまだしも、そんな理由で学生の頃私の悪口を言いふらして私の評判を下げていたわけ？ますます香織とは今後も関わりたくないわ。もういいわ。京子が行かないなら同窓会行く理由もないし、幹事のユアから連絡もないしね。ユア大丈夫？任せちゃってごめんね。幹事だから仕方ないよ。それにしても信じらんないわ。同窓会には来ないって言っていたのに、結局ちゃっかり来てしっかり飲み食いしてベロンベロンに酔っ払って人に迷惑かけるとか。香織、高校の時から何も変わってないじゃない。私も今日は来ないものだと思っていたから本当にびっくりした。いきなりやってきて好き放題しているんだもん。香織が来るなら京子に事前に話していたわよ。当日いきなり来て会費も払わず飲み食いして酔いつぶれるなんて、普通の大人ならしないわよね。幹事のユアに迷惑かけているのに最初に呼ばなかったのは仲間外れだなんだって、随分文句言っていたしね。
あれ、別に呼ばなかったとか恋に連絡しなかったわけじゃないのよ。そうなの？私高校の時から京子と仲良かったじゃない。香織が何かするたびに私の味方でいてくれたもんね。京子の味方をするのが許せなかったみたい。どういうこと？私が京子の味方をするのが許せなくて、香織が私の連絡先をブロックしていたの。だから LINE 送っても既読にならないし、連絡のしようがなかったのよ。自業自得じゃない。本人は私をブロックしていたことなんか忘れていたみたいだけど。それに今まで同窓会に参加してなかったから、新しく連絡先交換しようにもできなかったしね。自分がブロックしたくせにあんなに嫌なこと責めていたの？高校の頃から何も変わってないわよね。あの頃も結局自分が悪いのに、何かあれば京子のせいだなんだって。そういう性格的なものってきっと一生治らないんだろうね。そういえばベロベロの香りを家まで送っていくときに、やたらしつこく絡まれて京子のこと聞かれたわ。まあ、私のこと？京子の指輪を目ざとく見つけていたみたいで、左手薬指に指輪しているってことは結婚しているのか、結婚相手は誰だ、どこに住んでいるのか、夫はどこの誰だとか、ねほりはほり。相変わらずすぎる。高校の時も大学の時もそうやって京子の彼氏についてねほりはほり周りの友達に聞いて奪っていたじゃない。だからきっと今回もよからぬことを企んでいるんじゃないかって思って。多分間違いなくそうね。香りに関わるのも嫌だったし、適当に流したけど、酔いが覚めても京子の指輪のことを覚えていたりしたらきっと面倒なことになるわ。満足いくまで調べるでしょうし、今いろいろ忙しいから面倒事は本当に勘弁してほしいんだけど。そうよね、ただでさえいろいろ忙しいのに、引っ越しの準備だってあるし、とりあえず私は香りに関わりたくないから何も教えてないし、連絡も今度はこっちからブロックしたから。それがいいわ、関わらないのが一番。京子も気をつけてね。相変わらず京子に執着しているみたいだから。大丈夫、さすがにいい大人だからね。高校や大学の時みたいなことにはならないわ。これ以上代わりに私の幸せをぶち壊されてたまるもんですか。その息よ。あ、いわば同窓会の幹事お疲れ様。今日はゆっくり休んで、また今度美味しいものでも食べに行こう。楽しみにしているね。この前の同窓会ではあんまり話せなくて残念だったわ。せっかく忙しい合間を縫って参加したのに。参加する予定じゃなかったのに勝手に当日やってきて会費も払ってないんだって。あれだけ人数いたんだから私一人分くらい別にいいでしょ。事前に私を抜いた人数分でコースも予約していたみたいだし、私の分のコース料理は用意されていなかったんだから。自分勝手にも程があるでしょ。幹事の岩に迷惑かけて。そもそも優が私に連絡してこなかったのが悪いんじゃん。同窓会の幹事なら悲劇なしに全員に連絡すべきじゃない。優愛に聞いたけど、香織が LINE ブロックしていたんでしょ。え、そうだっけ。優愛の LINE ブロックしていたくせに連絡よこせは虫が良すぎるんじゃない。昔のことすぎて忘れたわ。確かに高校の時に LINE ブロックしていたみたい。そんなことより同窓会の時にちゃんと京子と話せなかったからこうやって LINE したんだけど、京子って結婚したの？いつの間に？結婚したのは1年半くらい前よ。どうして私教えてくれなかったのよ。水臭いじゃない。結婚のお祝いさせてよ。言ったでしょ、私は香里と関わりたくなかったって。まさか私より京子の方が早く結婚するなんて思ってもみなかったわ。ってことで調べたのよ。調べた？今までだって歴代の京子が好きになった男はしっかり私が調べてきたじゃない。友人として。私に嫌がらせするためでしょ。まあそうなんだけど、それでしっかり調べてあげたわ。京子の旦那のこと結構苦労したんだけど、私にかかれば男の一人や二人情報収集なんかお茶の子さいさいよ。何が言いたいの？調べてお近づきになっちゃった。つまり今あなたの旦那と一緒なの。私独身だけど。え、独身？そんなわけないでしょ。指輪が証拠よ。同窓会の時に京子が薬指に指輪してるの見たし、別の友達に結婚式の写真も見せてもらったもん。それに1年半前に結婚したって京子は言ったんじゃない。確かに結婚したけど、同窓会の直後に離婚しているの。離婚？同窓会らへんの時、離婚の話し合いでいろいろ大変だったのよね。
仕事も忙しかったけど、プライベートの話し合いがさらに忙しくて、何せ彼がなかなか離婚届に判を押してくれなくてね。何それ、離婚していたなんて聞いてないんだけど。これはきっと私が結婚指輪してるのを見て、また私から略奪しようと夫のことを調べて略奪した気でいたんでしょうけど、きっと彼とあなたが出会った頃には私は離婚していたわよ。略奪じゃなかった、私略奪できてなかったってこと。そういうことになるわね。離婚の話自体は香織から連絡がある前から話し合いを進めていたし、ヘキヘキとしちゃって息抜きがてら悠々と会いたくなって同窓会には参加したのよ。まさか香織が来るとは思ってなかったけど、京子から久しぶりに奪えたと思ったのに。でもよかったじゃない、結果的に私は離婚して独身だし、あなたは彼氏が手に入ったんだから。それはそうだけど、できれば京子から奪いたかった。まあいいわ、別の目標ができたから。別の目標？私のサポート力で彼を社長にする。え、社長？ほら、彼のお父さんって会社の社長じゃない。つまり彼は次期社長。確かにそうだけど、京子と結婚している時には社長になれなかったし、出世もできなかったって愚痴っていたわ。そんなこと言っていたの？だから京子にはできなかった彼を社長にするって目標を私が達成してあげる。京子はただの妻だったけど、私は社長夫人にまで上り詰めてやるから。京子ったら離婚なんかしちゃって残念だったわね。私は私の信念で離婚を決意したから後悔してないわ。余裕ぶっていられるのも今のうちだから、どうせすぐにその余裕もなくなるわよ。離婚しなければよかったなんて後悔したって後の祭りになるんだから。そうなるといいけどね。そうなるに決まっているでしょ。だって彼は次期社長として社長の席を約束されていて、そんな彼と再婚する私は社長夫人の席を約束されているんだから、京子がミスミス逃した魚は大物だったって後悔することね。大きな魚に食われないといいけど。何言ってんの？っていうかよくよく考えればラッキーじゃん。京子と彼が離婚してくれて、こっちは慰謝料払うのだって覚悟の上で略奪したつもりだったわけだし、それが実はもう離婚していて略奪じゃなかったなんて、慰謝料払わなくていいってことでしょ。ラッキー、遠慮なく再婚できるわ。再婚おめでとう。結婚式には呼ばなくていいから、どうぞお幸せに。はいはい、あんたが逃した幸せを私が代わりに最大限吸い尽くしておいてあげるわね。幸せな様子はその都度報告してあげる。結構です、私もそんなに暇じゃないので。ちょっと京子、まさかと思うけどブロックしてないでしょうね。すぐに返事して。一体何事？よかった、ブロックしてなかったのね。ブロックするのを忘れていたわ。香りと関わりたくないからブロックしておくわね。待って、ブロックしないで、私結婚しちゃったの。再婚して私がミスミス逃した幸せを謳歌する的なことを言っていたわよね。正式に入籍したのね、おめでとう。全然おめでたくない。なんで教えてくれなかったのよ。教えるって何のこと？彼の父親の会社が大赤字で借金をすごく抱えているってこと。ああ、そのこと。てっきり彼から聞いているもんだと思っていたから。借金があったら思い描いている社長夫人になれないじゃない。香織がどんな社長夫人を思い描いていたかは知らないけど、彼が次期社長なのは間違いないし、彼の父親が会社経営者なのも間違いないでしょ。そんなボロボロの従業員しかいなくて借金抱えている会社だなんて思わなかったんだもの。まさかあんたもこのこと知って離婚したわけ？私はもともと知っていて結婚したわよ。そんなバカな。実家の会社が赤字経営で傾いていることは知っていて結婚した。でも結婚した時にその会社は畳んで、赤字とかの整理もきちんとして、お父さんたちは一般職で働いていくって聞いていたの。え、しかも彼はその時実家の会社の従業員じゃなかったしね。どういうこと？普通の会社で働いていたのよ、私と同じ会社でね。私たち職場恋愛で結婚したって聞かなかった？そんなの聞いてない。でも結婚してしばらくしたら急に会社を相談もなく辞めて実家の会社に就職するとか言うんだもの。
赤字経営だから畳んで資産整理もするって聞いていた会社に就職なんて聞いてびっくりしたわ。沈んでいる泥船に乗るようなものじゃない。さすがに今後の生活もあるからそれは反対したの。それが原因で離婚？それが発端ね。それから彼がやたら横柄な態度を取るようになったり、家のお金に勝手に手をつけて賭け事をするようになったの。賭け事で一攫千金を狙ったそうよ。金があれば文句ないんだろうって怒鳴られたわ。何それ、自分勝手にも程があるじゃない。さすがに私の私物を売ってまで競馬の資金を作ろうとした時点で、これ以上は無理って判断して私から離婚を切り出したわ。ご実家も結局会社は畳まず赤字を膨らませる一方だったし、一緒に泥船に乗るつもりはなかったから早く離婚したかったの。でもなかなか離婚承諾してくれなくて、時間かかっちゃったけどなんとか離婚できてホッとしていたところに香里から連絡があったってわけ。私だって泥船に乗りたくないわよ。京子助けて、私も離婚する。離婚するのは自由だからどうぞご勝手に。勝手にできないからこうやって連絡してるんじゃない。私もいつの間にか会社の社員になっていたのよ。一緒に借金返して V 字回復させようってお父さんたちに言われるし、こんなの誰がどう見たって無理に決まってんじゃない。しかもお金がないから家は安くてボロいアパートだし、多分そろそろどこもお金貸してくれなくなるし取り立ても厳しくなると思うけど、目標のために頑張って。え、彼を社長にするんでしょ。そんなこと言ってる場合じゃないじゃん。悪いけど私はもう彼と離婚したし、あなたのおかげで潰された青春時代に積むはずだった恋愛の経験値も少しは積めたし、次はもっといい男を見つけるわ。結果的に香織のおかげで幸せになれそうよ。京子が幸せになって私が不幸になるなんておかしいわよ。それじゃあ目標達成のために頑張って。もう関わることはないと思うからブロックするね。そのまま私は彼女の LINE をブロックしました。他の友人たちから風の噂程度で聞いた話なのですが、結局香里はあの泥船から逃げ出すことができずに彼の家族と共に借金返済の生活を送っているそうです。しかも泥船はつい最近完全に沈んだらしく、元夫の実家の会社は倒産、現在は取り立てに追われて一家総出でいくつもバイトを掛け持ちしているとか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。